じゃんけんで、うん、この不安な中の、ええ、そうだよ、もう誰も答えは見えてないから、ね、そうね、うん、勝った人を選べる、ね、自分ファーストテイクのファーストが実はいいのかもしれないし ね、 じゃあ最初はグじゃんけん、はい、うーやっべ後輩ということで甘えてもいいですか、うん、2番で様子見たよ、様子見たよ、やばいだろお前もう。で3番はマジ嫌なんだよ。いやいやそうです、1も嫌なの、1はダメです、うん、なんか別の怖さありますよ、うん、そう、様子が分かんねえ、うん、じゃあいくよ、はい、最初はグーじゃんけん、はい、あったー3番じゃあマジかよふぅふぅ、一発本番ですが、うん、今の気持ちは。そうですね、やっぱりこう緊張感ありますよね、やっぱり一発で、やっぱりザリガニとの呼吸なんで、ザリガニも一発で答えてくれないと、うん、ダラダラしちゃうなって。そうですね、うん、どんな思いでここへ来られましたか。これをやるつもりでは来てなかったっていう思いですね。だからこそ、だからこそのファースト、だからこそのファースト、うん、本当にファーストです、うん、この挑戦を最初に誰に見てもらいたいですか。やっぱりあの頑張ってるなと、ほう、頑張ってるなっていうのを見たい人ですね。頑張ってるなっていうのを見たい人に見てほしいです何回も言ったのね。あなたにとってザリガニとは。共謀、共謀、共存、うん、共有。理想の展開はどうですかね。そうですね、まあ今見る感じだとどうやらこの野生のザリガニですから、はい、駆除してきたような形で、はい、ビンビンだ、すげえピンピン、何匹かいますね。自分のこれでひっくり返るっていう、久しぶり見たんですけど自分のこの怒りでひっくり返るぐらいのやつなんで、理想の展開はそうですね、やらないよ理想の展開になってますけど、ビンビンなんですよ。ですからこうちょっとよそ見した瞬間に挟まれるという、一回メガネいってほしいですね、理想の展開は、はい、うん、よろしければご自身のタイミングで。いいですか、お願いします、お願いします。じゃあ、はい、いきます、はい僕ザリガニはね慣れてるんですけど、こんなビンビンのやつね久しぶりですね。やっぱ野生の、最近そんなに大きくないんですよ。元気ですね。ただね、もうやりたくないなぁ。喧嘩したりしてんの。はい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 、はい、おすごいな、掴めるんですね。ピンピンですね。あ、ピンピンですよ。わあ、いきますよ。はい、いっいっいっやだよそんな痛いよありがとうございますあ、やだな、あの痛いの。いや耐えられないですビンビンだ、すげえピンピンえっえっよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。お願いします。今日は一発本番ですが、ええ、今の気持ちは。まあバラエティは当たり前なんでね、ええ、お
じゃあ今まで一発本番でやってきたと、もう通っていくっていう概念がないですから。おお、宿題タイプと聞きましたけど、宿題は宿題した上でのテイクワンなんであ、じゃあ一応題材いただいて家に持ち帰って、家では80テイクやりますけど、家で80テイクやったやつを本番でワンテイク、本番でワンテイク、あ、でもそれもワンテイクですよね。ええ、もちろんです。カメラ前ではやっぱ理想のこう展開はどんなだと思いますかね。まあその展開っていうものを求めた瞬間、多分いいものって生まれないと思うんですよ。おお、いいですね。おのずと降りてきたものを受け入れるのみです。ほう、流れですね。ええ、そうです。こういったリアクションみたいなことは今までされてきたんですか。まあ決して多い方ではないですが、まあ出川師匠の方から、うん、ポスト出川お前だからなと、そう言われたこともかつてはありました。確かに、ええ、ザリガニに一言お願いします。はい、よろしくお願いします。礼儀正しいです。はい、ザリガニティーンをかけてあげてもらっていいですか。うん、ザリガニええええ、そうですね、やっぱこう、はい、戦いだから、戦いですから、ね、今から行くぞという。あのこれがね、イヤホンで聞いてる人本当うるさいみたいね。ごめんなさい、お願いします。ご自身のタイミングで。はい、お願いします。あ、もう指を突っ込むだけで、そう、威嚇をね、してくるね。戦闘態勢にはなりますね。だから一番その深川が掴もうとしてるやつが一番凶暴だね。一番いい。でもまあまあここですかね。息がいいやつね。はい。もう喧嘩っ早いもんな。抵抗もすごいね。はい。お。じゃあ彼とね、うん、手こず鼻に来てますかね。目閉じちゃってるからもう見分かんないんだ、位置が、ハサミの位置がね、片方閉じちゃってると入っちゃって開けなくなっちゃって、開く力は弱いんだから材料には。両方のハサミが入っちゃいましたかね。開く力が弱いんだ。やっぱファーストってこうなっちゃうんですね。お、挟んでます？どう？弱いのかな。深田さんセカンドテイク欲しいんじゃないですかね。入れちゃってるからね、両方。一回ザリガニ離すとかね。一回こう。挟まってんのかな。分かりにくいですよね。痛いのかな。唇向け、唇も唇向け、どうなってんの、終わってんですか、自然に荒れ始めた、自然に自然に離れたけど地味に痛いやつでした。ちょっと求めすぎたのかもしれません、ね、なるほど、ええ、でもこれはやっぱり2番手としては、はい、いいテイクだったと思いますので。で、ファーストってこういう感じですよね。そうですね。そうね、これが良くなくて次へ行っちゃうんですけど、この1回目を見せるというがいいと思いますね。ええ、じゃあこれはもう橋渡しとして。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やだな。はい、はい。戦いだ、戦いです。今から行くぞって。弱いのかな。深田さんセカンドテイク欲しいんじゃないですかね。おはようございます。あ、お願いします。一発本番ですが、今の気持ちは。そうですね。まあ、今白状しますと、モテるかすら分かんない。いや、やっぱり怖いですか。非常に怖いんです。ドキドキしてます。どうですか。ザリガニへの一言お願いします。そうですね。ザリガニへ一言お願いします。寝な寝な寝なね、答えてますね、ザリガニが、うん、
じゃあやってみますか。そうですね、ご自身のタイミングで。はい、ああ、ルル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 、本当に緊張してますね。ふっ、ふっ、ふっ、ああ、怖いんですよあれ本当に。昨日の夜もバッタでびっくりしてます。モテるかな。野生のね。それ耳かゆくなっちゃって。うん、いいね今。うん、いい。耳は。そうですね。俺のタイミングですもん。そうそうです。ね。今さんってそんな人間だっけみたいな顔してみない。いや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 。お願いします。いやいや。ね。YouTube 初めて見せる顔もあるから。やんないで帰ってもいいですよ。初ですね。本当に怖いの。俺息作りも嫌いなんですよ。エビが寝るうるさいそうなれん時ピカってなるんですよ。酒かけてピュンってなった時もうるさいそうなれん。一番おとなしいザリガニでいいかな。そうそう、一番小さくてね、うん、俺のおとなしくなくなっちゃって、俺の回になったらこいつビビってんの分かんだよ、人間がビビってることを。舐められてますね。舐められてますよ。うわぁ。すいません、長引いちゃって。あ、来た来た。なんで左手でやってるの。左手じゃないですか。右手だろ。右手ですか。よし、お前なんて本件なんだよ、お前よ。あ、そうそう、いい、いいですよ、いいですよ、はい、格闘してますね。で、あ、いけた、あ、チャンス、チャンス。ちょっ、半分、半殺しにしてからでいい。やめです、やめです、刺さないで、刺さないで。そいつやめろ、そいつやめろ、もうそいつをやめろ。お化け屋敷と同じぐらいのファーストテイクですね、本当に。はっ、あんた来た、グッと、そう来ましたね。あ、そのまますぐ行っちゃおう。次のターンで。くっせえ、くっせえ。死んだふり、死んだふりしてるから今。ほら、ちょっと指やってみてください。もう挟まないから、ね、指挟みに指やっても、もう挟まない。あ、挟まないですかね。今のが挟んでましたか、今の。出たよこの空間。怖い、痛いよ、痛いんじゃないの、痛いんじゃないの、あー、なんだこれ、なんだこれ、滑ってるみたいな。怖えんだよ、俺だって怖えんだよ。この腹を向けてみたらね、腹を、こせえ、腹側、こせえ、こせえ、くせえし、こえんだよ、こせえ、腹側、そうです、ああ、こせえ、それ奥まで、奥まで行かれると挟まないですからね。ああ、野球見てよ、野球見て、プロ野球見て、関係ないんで今。あ、いける、いける今。はあ。え、痛くないまだ。痛そう。いや、だそうなんだよ。痛そうなんだよ。
気狂っちゃうんでやめていいですか。無理ですか、もう無理ですか、もう。もうこいつ挟まないですね。奥まで入れないと挟まない。ビンタでその。ああ。そういうチャンス。声枯れちゃった。来る。あ、手離せるじゃないですか、もう。終わりですね。あれ。フェードアウトタイプです、ね、そうですね、最後スあーるる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 、本当に緊張してますね。あほっ、あった、来た、グッと、そう来ましたね。あ、そのまますぐ行っちゃおう。くっせくっせね。どうも、あれ、なんで、ウド来てくれたの。お、来てくれたの、ウド、ようこそ、ね、サマズチャンネルへ。ごめんね、若手じゃねえじゃねえか。サマズチャンネル。